皆さんこんにちは、リーナと申します。本日はやっぱり今までいろんなメイクをしてきたんですけど、お肌の綺麗さとかお肌の仕上がりによって垢抜け度合いがすごい変わるなと最近ねすごい思うので、ベースメイクを意識した垢抜けメイクをしていきたいと思います。この動画はねドクターエルシアさんとのタイアップ動画になるんですけど、今回紹介する商品は5月27日から開催される9点の目代わりでセール価格の状態からさらにプラスで 20% オフのクーポンでお得にね買えちゃうみたいなので、ぜひねこの動画を参考にしていただければなと思います。動画の最後にもね情報が盛りだくさんなので、よかったら最後までご覧ください。それでは早速どうぞ。はい、ではね早速メイクを始めていきたいと思います。今回ベースメイクは先ほども言った通りドクターエルシアの商品を使っていきます。まず紹介する商品はこちらです。これがドクターエルシアのパワーブライトニンググルタチオンクリームになります。去年くらいから結構ね SNS でもバズっていて、まあ女優さんがね紹介していて、私もねずっと気になっていたクリームです。こんな感じでスパチュラもついているので、結構ね最近よく使ってるんですけど、スパチュラでこうクリームを取る感じになります。このグルタチオンクリームをベースとして私は使用していきます。一旦手の甲に塗っていきますね。大きいパール一粒分ぐらいの量を取ったんですけど、これでも顔に塗ると結構ねちょっと多いぐらいかもしれないです。この量でも一旦手の甲に塗り広げていきます。やばい、結構手の甲だとめっちゃ多い腕の方まで塗っちゃおうか。こんな感じで伸びも良くてみずみずしいんですけど、ちゃんとなんだろう保湿してくれてる感のあるクリームです。このクリームは肌の色ムラとか毛穴のデコボコを結構ねフラットにカバーしてくれるので、私はベースとして最近よく使ってます。ベースっていうかもはや軽いベースメイクの時はこれにコンシーラーとパウダーだけとかでも出かけたりしてますね。手に塗るとねこんな感じです。白きっていうんだかな、なんて言うんだろう、結構トーンアップクリームの種類によっては塗った後にシワにすごい白く溜まっちゃうものとかあるんですけど、そういうのもなく毛穴もね自然にカバーしてくれてるかなと思います。じゃあね実際ね顔に塗っていきたいと思います。これくらいですかね。これでもちょっとやっぱりまた多いかもしれない。私がね量の調節が下手くそで、こんな感じですね。まず分かりやすいように顔半分に塗っていきたいと思います。内側に塗っていきます。本当にね伸びがいいんですよね。すっごい余ってるんですけど結構塗りすぎちゃってすごくないですか。こんな感じです。本当にね割と少量しか塗ってないんですけど、肌ムラとか毛穴の凹凸感を補正しつつ、ちゃんとねこう目元周りのくすみとかもね結構飛ばしてくれます。なんかこのクリームだけでもこうくすみがパッと飛んで明るくなるので、こうね垢抜けて見えるかなと思います。反対側もね塗っていきます。本当にねちょっとしたお出かけとかだったらこれと日焼け止めとかだけでも全然いいかなって思います。あとやっぱりねまだまだねマスク生活は続くので、マスクにファンデーションがつくのが嫌だっていう方にも結構おすすめかなと思います。毎回ね塗る量間違えるんですよね。本当に少量で多分ね大丈夫です。少量でここまでトーンアップしてくれるので、1回に使う量は結構少ないんで、コスパもねなんだかんだねいいんじゃないかなと思います。めっちゃ余ってるのでこれを首に塗っていきます。全顔に塗るとこんな感じです。これだけでもねだいぶ綺麗に仕上がってるかなと思います。さっきね半分に塗った時は結構ね大丈夫かなってぐらい白くなってたと思うんですけど、全体的に塗るとこんな感じでね全然ね馴染んでくれます。次にねファンデーションです。ファンデーションは YouTube 始めたてぐらいの時にも一度紹介したことがあるんですけど、こちらのですねドクターエルシアのダブルセラムバームファンデーションを紹介していきます。こちらのねファンデーションもね SNS でたびたびね話題になるファンデーションなんですけど、これがね美容成分配合でね結構みずみずしくツヤ感あるバームのファンデーションです。みずみずしくてツヤ感もあるのに崩れにくくて神ファンデとも言われているこちらのねバームファンデーションを使っていきます。これが SPF50 プラスの PA3 プラスになります。なのでねこれから今の時期からもおすすめの日焼け止め効果もあるファンデーションです。つけるとこんな感じでパフが入ってて結構ねしっかりもちもちしたパフです。こんな感じでねマーブル状になってるバームファンデーションです。このバームがね3色混ざってるんですけど、ホワイトが保湿、パープルがハイライト効果、ベージュがカバーっていう効果になってます。美容液成分を配合した3色バームでみずみずしくツヤのある透明感に仕上げてくれるみたいです。もうねだいぶね私も使ったことあるので使用感とかはねもう知ってるんですけど、本当にね綺麗にツルンとしたみずみずしい透明感のあるお肌にね仕上げてくれます。こちらもね分かりやすいように半眼ずつ塗って
ていきたいんですけど、カラー展開がね2色あって23番でもう1個21番があるので、それはねまず腕に出してね比較していきたいと思います。こんな感じです。こっちが23番でこっちが21番です。結構ね21と23で色が違うかなと思います。で、私の角お肌だったらこっちの23番だと思うんですけど、今回ねグルタチオンクリームでトーンアップさせているので21番を使っていきたいと思います。今回もね分かりやすいようにこっち側半分から塗っていきたいと思います。半分に塗るとこんな感じです。明るめにね今回は仕上げていきます。21番はピンクアイボリーっぽいお色なので、結構こんな感じでパッと華やかな明るいお肌に仕上げてくれます。23番はイエローベージュ系なので健康的なお肌に見せてくれます。こうニキビ跡のところとか重ねていこうと思うんですけど、こうね重ね塗りしてもね全然ね厚塗り感が出ないんですよね。結構素肌っぽい感じ仕上げてくれるので、お直しとかでもね結構ね優秀なファンデーションです。伸びがいいのでこう軽くポン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 ってやっていくだけでね綺麗にね伸びてムラのない感じにね仕上がるので、結構時短メイクにもなるかなと思います。ちょっとね赤みの気になるところは重ねて塗っていきます。全顔に塗るとこんな感じです。ツヤツヤトゥルントゥルンって感じじゃないですか。でね、やっぱり美容液成分配合なので日中もねスキンケアができるみたいな感覚で使えるのでおすすめです。はいね、こんな感じでねもう最初のすっぴん状態から比べてだいぶねお肌だけでもね垢抜けた印象になっているんじゃないかなと思います。ベースメイクを意識した垢抜けメイクってことなので、その他のポイントメイクは結構ねナチュラルめに仕上げていきたいと思います。中間はね残しつつちょっとパウダーで抑えたいところは押さえていきます。まずはね眉毛から描いていきます。眉毛はいつも結構ねしっかり形を取っていくんですけど、軽く足りないところを足すぐらいでこんな感じですね。結構細めで薄めの眉毛に仕上げていきます。軽く形を取ったらぼかします。明るめのパウダーで隙間を埋めていきます。眉毛のね隙間はね埋めといた方が綺麗にこう垢抜けた印象の眉毛に仕上がるので、パウダーはね必須かなと思います。こんな感じです。で自眉が結構暗めなので明るめの眉マスカラで軽くふわっと自眉を揃えていきます。こんな感じです。でさっき使った眉毛のパウダーの余りでノーズシャドウをしていきます。私の場合はちょっとねもう鼻先が丸っこく見えるのでこうシュッとさせていきます。鼻先に U の字にこう鼻先が重たい印象にならないようにここにノーズシャドウを入れていきます。結構これだけでもね変わるかなと思います。で軽く眉下三角ゾーンにも入れていきます。でもこっちよりも私はこの鼻先重視ですね。でフェイスラインもね軽くシェーディングを入れていきます。あんまり濃くなりすぎないように。顔周りもこのおでこの生え際も入れていきます。ここをね一応こう影を作ることで顔が一回り小さく見えて垢抜け効果がねあるかなと思います。ヘアラインってね結構重要なので。で次にハイライトですね。ハイライトは今回あまりラメ感は少なめのパール感の強めなハイライトを使っていきます。目と目の間から眉間の部分と鼻先、お肌をねピンク系のファンデーションを使って仕上げているので、ハイライトの色もねピンク系とかで揃えてあげるとツヤ感のこの色味の統一感が出て垢抜け感のあるお肌に仕上がるかなと思います。頬骨と眉下 C ゾーン、唇上、軽くこの口角の部分にも入れます。目頭横から目の下三角ゾーン、こんな感じです。チークはねくすみ感のあまりない華やかなコーラルカラーを使用していきたいと思います。この指1本開けたくらいのところから横に向かってこう広がっていく感じですね。こんな感じです。ビューラーでねまつげを上げていきます。今回アイメイクはお肌が結構ねこんな感じでツヤ感のある仕上がりなので、あえてねマット系で仕上げていきたいなと思います。まずはねマットなベースカラーを目元全体にのせていきます。こんな感じ結構変わります。濃いめのベージュカラーを目尻側から下まぶた中心にね塗っていきます。ちょっと暗めなカラーを下に入れることで中顔面を短く見せる効果があるかなと思います。そのまま上まぶたにものせていきます。こんな感じです。両方塗るとこんな感じです。アイラインはブラウンをね使っていきたいと思います。でそんなに長く引かずに短めで今回は目の流れに沿ってちょびっとだけ延長します。
私は軽く目頭側のアンダーラインみたいなの、ここが色が濃く入ってた方が盛れるので結構濃いめの茶色のアイシャドウをのせていきます。こういう感じです。こんな感じです。こうブラシに残った濃いブラウンを軽く目尻に入れていきます。あんまここも濃く入れすぎると目を囲う印象が強すぎて抜け感が出なくなってしまうので軽く入れます。で、影ライナーで涙袋の影と二重線を少し延長していきます。全体的にマットで仕上げようと思ったんですけど、涙袋だけね、やっぱり軽くゴールド系のパール感のあるシャドウをのせます。ちょっとラメ感もある、こんな感じです。で、マスカラはダークブラウンのマスカラをね使っていきます。あんまりバサバサにするっていうよりかは、まつげ一本一本を際立たせる感じで下まつげも軽く塗っていきます。リップは結構ヌーディーなツヤっとするグロス系のものを使っていきたいと思います。髪の毛を整えていきたいと思います。はい、こんな感じで、垢抜けメイクはね、お肌からっていうことでベースメイクをメインにしたナチュラルな垢抜けメイクをしてみました。いかがでしょうか。結構ね、こんな感じでアイメイク自体はいつもに比べて薄めでアイラインも短めだったりするんですけど、お肌のね仕上がりがやっぱり綺麗だと結構ね垢抜けた印象になるんじゃないかなと思います。今回はドクターエルシアの商品の中でも特におすすめなダブルセラムバームファンデーションとパワーブライトニンググルタチオンクリームの紹介でした。今回紹介したドクターエルシアの商品は Q10 の公式ショップで購入が可能です。で、Q10 では6月5日までメガ割をやっているので、セール価格にプラスで 20% オフクーポンでさらにねお得にお買い物ができちゃうみたいです。で、またですね、このメガ割期間中にこの動画の概要欄からお買い物をねしてくださった方が対象で、なんとですね100万円の山分けキャッシュバックキャンペーンを実施するみたいです。詳細はねぜひ概要欄のチェックをお願いいたします。最後までご覧くださりありがとうございました。この動画が少しでも参考になっていれば幸いです。いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。